病院では死にたくない先日心筋梗塞発症の1年後の検査入院をしてきました2泊3日の入院で本格的なものです内容は心臓の血管にカテーテルを挿入したり血管から造影剤を入れて 心臓を取り巻いている血管の現状を 3D 画像で確認します。大規模な装置でレントゲン写真を体の各方向から連続的に撮影します。その撮影データを合成して動画のように心臓周りの血管を角度を自由に変えて確認することができます。結果から言うと 悪化はなくて良好でしたただ、一か所、やや細くなっている血管が見つかりましたが、この部分は、薬を服用しながら様子を見ることになりました。心筋梗塞後、1年目の現状は、だたいいい方向のようです。ここからが、本日の本題です。 病院では死にたくない、です。私の入院した病室は、4人部屋です。部屋は、広くて余裕がありました。病室では、皆さん、カーテンをずっと閉め切っているので、私以外に、あと3人入院しているが、三人の、お顔も、年齢も、はっきりとわかりません。 同じ病院に入院して同じ部屋で寝起きしているけれど相手がどういう方か顔も形もわからないんです私のベッドは窓際ではありませんでした壁際ですかなりの閉塞感疎外感があります天井を見上げると白い天井 仕切られているカーテンも壁も白っぽい色合いでした。今回の私の入院はたった2泊3日の検査入院ですから。何も問題はないんですが、もしこれが死期が迫った私だったら、こんなに何もないこの空間で死ぬのは嫌だなと思いました。 よく、週末医療の患者さんが、最後は自宅で死にたい、という言葉は、よく聞きます。こうして、無味乾燥な白い部屋に、一人で寝ていると、ここでは死にたくないと、心から思いました。私の自宅が、豪華で快適、緩やかで、落ち着いた場所、ではないんですよ。 オンボロアパートの一室です天井には雨漏りのシミが大きくついています部屋には家電や衣類や本などが散乱してゴミ屋敷のようになっていますそれでも最後は自分の部屋で迎えたいと切実に思いました無味乾燥な 病院の白い部屋で死ぬより自分が手をつけた雑多なものがある自分の部屋で死にたいと強く思ったんですああ嫌だ嫌だここまで考えましたがこの話はここで打ち切りますどんなに軽い病気でもこんなに マイナスなことを考えていては治るものも治りません気持ちを切り替えて明るいことを考えながらその日は寝てしまいました殺風景な病室の中では自分の考えも悪い方に悪い方にと流されていくようです明るく切り替えていきましょう 今日のお話はここまでです。ここからは来週の配信報告に移りたいと思います。来週の配信にもちょっとした目玉の動画があります。どうぞ期待していてください。6月17日月曜日。日本でここだけ川の上にできた商業施設。 水上店舗の動画です。6年ほど前にも集中して撮影したんですが、少し期間が空きすぎたので、今現在の水上店舗の様子をお伝えしたいと思います。6月19日、水曜日。糸満の市街地にある湧水、潮平ヒーザーをお伝えします。 来週も街歩き沖縄の動画をよろしくお願いします本日も最後までご視聴ありがとうございました